今日で彩香の240日ガチャ終わるらしいっすよ。いやそれマジで面白いよな。なんかね、なんだっけ、その話マジで私好きだわ。なんか、ね、ネタにされるような、それをネタにしたサムネあったわ。これだ、これこれこれ。そう、彩香がねバージョン 2.6 でなんか神里彩香が復刻来て、ガチャ期間中にさ、コロナのロックダウンが中国の方であって原神の開発が一時的に止まったんかな。まあなんかコロナロックダウンするとやっぱり作業効率落ちちゃうからさ、ねえ、それでまあガチいつアップデートできるかわからへんって話になって、まあ、とりあえずガチャ期間延長しようってことで、まあ、とりあえず年末までガチャ期間伸ばすかってなって、彩香のガチャ期間残り時間240日3時間ってなってたそう、12月31日、いや1月1日の、まあ、朝5時までのねガチャ期間で、あ、じゃあもう終わってんじゃね、あ、夕方までか。あ、でも彩香のガチャはもう終わってるはずやけど、もしそうでも、まあ、なんかねこのクソ面白い240日事件がありましたね。これはね後世に語り継ぐべき面白い珍事件だわ原神結構後世に語り継ぐべき珍事件いっぱいあるからな、ね、全旅人に合計10億原石山分けするぜっていうめっちゃ特大イベントやったんだけど、バージョン 1.3 でね、うん、でも原神のアクティブプレイヤー人口が多すぎて10億原石山分けしたら1人当たり108でしたみたいないや全然それ、原神ってアップデート終わったらさなんか300原石くれるやん、でなんかアップデートなんか不具合修正でさらに300原石くれるやん、いやそっちの方が多いやんみたいな珍事件があったりね、マジでおもろい。こういう事件はね後世に語り継ぐべきだと思うわ。